人前でのトークは苦手、慣れていない、喋るタイミングをつかめないという人たちが多いのではないでしょうか。今回は人前で突然喋る機会を与えられたり、大勢の前で話したりする、そんな場面でのトーク術についてご紹介します。社会生活における喋ることの奥深さ、普段見過ごしがちな場面での応対など、ビジネストークに関わる会話術のヒントを見ていきましょう。人と会った時、どんな話でその場を持たせたらいいか心配という人が少なくありません。正直なところ、この人は苦手だな、絶対に話が合わないなという人は世間にたくさんいますよね。でも今しかない、なんとか話を進めなくちゃという状況は得てしてあるものです。そんな時、皆さんならどうしますか？一つ目のヒントはズバリ、観察力です。話のきっかけとして、何かその人のいいところをさりげなく評価することもいいですね。例えば洋服のこと、持ち物のこと、色のセンスのことなど、数え上げればキリがありません。物にはすべてにおいて何らかの主張、言い換えれば電波を発しています。相手の表情や服装、持ち物などに普段から興味を示すことで、会話を豊かにする観察力が培われます。人は無意識に物事を見ている場合がありますよね。例えばネクタイなら、その色、柄、質感、くたびれ感、価値観など。人格であればセンスや地域感、さらに考え方といったさまざまな感覚など、観察力があればキラリと光るところを相手の中に見出すことが容易になります。観察力を備えたら、感じたことを表現力へとつなげていくのです。人前で話すとき、緊張しないようになりたいという人や、緊張してしまいうまく表現できない方は少なくありません。緊張する状態とは、次の行動への準備状態にあるときや、次に起こる事象に対処しようとするときの心理的状態のことを言いますが、上がるということとは違います。前向きに考えると、緊張することは決して悪いことではありません。むしろ緊張しなければならない場面も多くあります。特別のこと、特別の時と考えればいいのです。自分がコントロールできる範囲内での緊張感を持ち、すべての要素をまとめ上げて第一声へと持っていくことが大切です。緊張してしまうという人は、心理的に受け身になってしまっている人が多く、思考力が散漫な状態にあります。緊張して気持ちを高め、攻めの状態、挑戦する気持ちになる、その極致が人前で話すことと言ってもいいかもしれません。次に、上がるということについて考えてみましょう。国語的観点から、上がるという言葉はあっても、気持ちが高ぶってのぼせてしまうという意味の名詞形の上がりという言葉は認知されていません。では普段の会話なら上がらない人がなぜ上がるのか。それは、いつもじゃないという意識が自分の意図に反して認識されずに起こるからで、主に次の要素が心理的に関係しています。距離による圧迫。1メートルの距離なら普通に話せるのに、目の前30センチに迫られたら意識してしまう。目の高さによる圧迫。人より高い位置から見下ろすと、文字通り上がってしまうが、同じ位置だと上がらず話せる。環境による圧迫。会議室でのスピーチは平気でできるのに、豪華なホールでの挨拶は緊張してしまう。人数による圧迫。10人なら平気で話せるが、500人を前にすると言葉が出てこない。相手の質による圧迫。社長や知識人など、立場の偉い人、美人、外国人、スターなど、生理学的に言うと
脳のシナプスの活動低下、もっと簡単に言うと頭が真っ白になってしまう状態に陥ることを言います。では今ご紹介した心理的要素を克服する最良のトレーニング方法とは、実は慣れるしかないのです。それではその慣れる方法の主なポイントを紹介します。距離を離して気軽に話すトレーニング。無意識に声を出すという感覚を養うには、例えば隣のベンチ同士、数メートルの距離を置き友達と話すという方法があります。離れた位置から話しかけるようにしゃべるという自然な感覚を体験でき、相手に伝えようとする言葉にメリハリが生まれます。目の高さを意識したトレーニング。みんなを前に座って話します。普段の会話の雰囲気を作り出しながら、慣れるに従い立って話します。これを何度か繰り返すと、不思議と目線の工程を気にしないようになります。次に、人間が持つ感覚の中から視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の五感をリラックスさせ、上がる状態を解消する方法です。一番効果的な方法は味覚です。よくやる方法はお茶を飲むこと。リラックスできる味を体験することで、通常の自分を取り戻すことができます。これも無味無臭の水ではあまり効果はなく、かといってコーヒーや紅茶は唾液の分泌を促進させすぎるので、話をする前には避けた方がいいでしょう。次に嗅覚。女性アナウンサーなどがよく行う方法に、好きな香水やオーデコロンなどをハンカチに含ませて、上がっていると思った時にそっと嗅いでみるリラックス方法があります。このほか、視覚によるリラックス方法には、好きな人や物の写真、風景などの被写体などを見る。触覚には、顔や体をマッサージする肉体的緊張をほぐす方法。最後に聴覚は、音楽や言葉を聞くことで緊張を和らげるリラックス効果があります。次に、人を動かすビジネストークに欠かせない滑舌について考えてみましょう。最近では一般にも浸透してきており、その意味は発音を明瞭、明確にして発声することを言います。滑舌次第で話をする、話を聞くといった行為が相手の理解力に大きく影響します。元来日本語は口の機能を十分に使わなくても発声発音ができるという意味において、世界でも特殊な言語と言われてきました。皆さんが口を半開きにして文章を読んだとしても、ほとんどの意味がわかるはずです。これに比べて、陸続きの多くの外国の場合、言語や意思表示は明確にしなければ伝わらなかったという事実からも、発音発声を大切にします。発音をしっかりする方法には、口を大きく開け発声するトレーニングがあります。あ、い、う、え、お。この方法は、ここ一番という時に口が開けられるようになり、口を開けることで空気の通りが良くなり、発音が明確になります。次に、唇と舌の動きを俊敏、正確にすると、長音や破裂音、発音、陽音、微濁音が際立ってきます。これらが良くなることで、言葉の一つ一つが明瞭になり、さまざまな派生効果が生まれます。ここからが重要です。まず、はっきりテキパキと話をすることで、その人が誠実そうに見えたり、きっちりした性格の人だと思われたりします。さらに、はっきり喋るようになると、その人の性格が内面から変わってくるため、伝えようとする気持ちを結果として相手が感じるようになります。性格は話し方によって形成されると言っても過言ではありません。前向きに話をすると受け入れられ、
明るい人だと思われると、それ以上に明るく振る舞うものです。そのためには、例えば毎朝の新聞記事、コラムなどを読み上げるトレーニングもいいでしょう。うまくしゃべるコツとして、区切って唇を大きく開き、かつ閉じる。それをシャープに、瞬時に動くように訓練し、それをだんだん早めていきます。話す内容というものは、それだけでは一概にいい評価を得るのは難しく、聞く人によって評価が分かれます。しかし、話し方の上手な人は客観的に見て受け入れられやすいものです。笑顔でしっかり向き合い、テキパキと語りかける人には、やはり注目してしまうのもそのためです。発声から生まれる相乗効果には、1、大きな声が出ると自然に小さな声でもしっかりと喋ることができる。2、滑舌が良くなってくる。滑舌がいいと誠実そうに見える。3、話す内容をどう組み立てればいいか考えるようになってくる。4、内容を豊かにするために勉強したり、検証したり、しっかり人の話を聞けるようになる。つまり、発声がしっかりすると内容も良くなってくるのです。相手に伝えようとする言葉、喋ることは時として本人の立場を左右する大変重要な場合があります。今回は、人を動かすビジネストーク術と題し、人前でのトークは苦手、どうしても慣れないという人たちを対象に、基本的な発声方法と心構えについて紹介しました。以上で、人を動かすビジネストーク術、基礎知識編を終わります。